岸田文雄首相が第3号被保険者について抜本的に制度を変えないといけないと発言したのは10月上旬のこと第3号被保険者以下第3号とは会社員公務員などで厚生年金に加入する者第2号被保険者に付与される配偶者のことを指し 国民年金の保険料を支払わなくとも加入期間はカウントされ将来満額の国民年金を受け取れる仕組みだ年金博士こと社会保険労務士の北村省吾さんが解説する第3号が廃止になれば新たに国民年金の保険料を月1万6520円年間で19万8240円払う必要が生じます 妻に収入がなければ、夫が妻の保険料を負担せざるを得ない。2021年度末時点で、第3号対象者はおよそ760万人となっており、保険料徴収が始まれば約1兆4000億円の財源になる北村さん、いかどう。第3号撤廃案に対しては反発も大きい。 そこでこの案の行く末を明確にせずに岸田内閣が大きなメスを入れようとしているのが年収の壁対策だ第3号には完全な専業主婦だけでなくパートタイムで働いて収入を得ている対象者も少なくないしかし従業員数100人以下の企業で働いている場合は年収130万円未満 101人以上の企業なら年収106万円未満であることが第3号の条件となっている岸田内閣は年収の壁が賃上げや働き手不足の要因になっていると敵視しいかにも労働者のためであるかのように撤廃を進めるが本当の狙いは別にあるという政府は第3号の数を減らし厚生年金保険料の納付義務者を増やそうとしているのです 壁を越え、厚生年金保険にに入ることにメリットがないわけではありません。ただし給料から15%ほどが保険料として徴収されるので手取りが減ってしまうその分、国民年金に加え厚生年金も受給できますが減った分の元を取るには年金受給開始から17年もかかる資産になります。 年収の壁撤廃第3号廃止が実現すれば女性の年金は激減し、ひいては老後に大きなダメージが与えられることは疑いようがない。政府は昨年、厚生年金対象者拡大と同時に、目減りする国民年金受給額を補填するため、厚生年金の報酬比例部分の受給額を減らす議論も始めた。 また今年10月には将来的な年金の給付水準の低下をできるだけ防ぐために国民年金の保険料の納付期間を今の60歳までの40年から65歳までの45年に延長する案の検討に入るなど解約の手が止まらない次に出てくるのは年収70万円の壁第3号が生まれたのも 1986昭和61年の年金制度改正の時でした年金受給額を昔の人より3割カットするという議論が上がり同時にサラリーマンの厚生年金保険料率は10.6%から12.4%へと約2割も引き上げられたその代わりとして当時多かった専業主婦からは保険料を徴収しないと打ち出した つまりこれまで第3号の年金保険料は夫が代わりに払っていたということ第3号を廃止するならば夫の年金保険料を引き下げなければおかしな話ですそもそも少子高齢化が進む中現役世代が高齢者の年金を支える世代間扶養の制度を維持できると考える方がおかしいんです 昔は十数人で一人の高齢者を支えていたのに将来的には1.5人で一人を支えることになるそれも自分の親ではなく他人の面倒を見なければならないのですからわけがわかりません根本的に年金の仕組みを変えなければどうにもならないと思いますしかし根元策を打ち出すのではなく聞こえのいい言葉でごまかそうとしているのが 岸田政権の実態だ今のところ第3号をなくす具体案は出ていませんが月収5万8000円以上は厚生年金に適用させようという案もあるですから次に出てくるのは70万円の壁月5万8000円以上稼ぐと第3号の対象ではなくなってしまう扶養を外れれば 厚生年金保険料を納めるばかりか健康保険料も支払わなければならないので収入に比して負担だけが非常に大きくなります増税クソメガネ減税ウソメガネなど悪名高いあだ名をつけられる岸田首相そのメガネの奥の瞳に国民の姿は写っているのか絶対に目を離すわけにはいかない 以下はネチズンンののコメントをまとめたものです。なぜ国民に負担ばかりを押し付けて自分自身は法案で総理大臣の給料を上げようとしているのか全く理解できないし国民の生活に寄り添っているとは思えません申し訳ないですがもう早く退陣してください絶対に期待はできない 月収6万のパートから厚生年金適用となると、おそらく1万5千円くらい引かれます。パート先も1万5千円負担になります。扶養から外れるので国民年金と住民税も支払うことになります。月収6万で2万くらい。つまり手取りは月収6万だと2万5千円くらいです。年収70万のパートが年間30万円の負担増です。 これではフルタイムで働けない子どもがまだ小さい主婦はパートができなくなりますそうすると日本の企業はほとんどが安い時給のパートやアルバイトに頼っているのでスーパーやコンビニドラッグストアのレジだや品出しの主婦がいなくなり経営が成り立たなくなるでしょうパートで月に数万稼ぐこともできないとなればますます未婚化は進むでしょう 自民党はこの国を崩壊させようとしているとしか思えませんこのままの政権だと日本は資本主義国家ではなく社会主義国家になりますね社会主義国家は近代史的には民衆の放棄により崩壊の一途をたどる運命にあるので日本も遠からず大きなことが起こらないとも限らないですね。 3号についてこの記事のように導入時に約2割引き上げられたこと廃止するならばその分を引き下げるべきなことに触れているものは少なくずるい等と感情論で議論されている部分も多いこういった当時の戦いきさつを抜きにしての3号負担などという実質全世帯の負担増を許さないためにも知ることは大事だとつくづく感じる また3号を廃止し2号の保険料を下げるということは共働きが増えてきた昨今において納めを減らすことになるし3号が国民年金になったとして納めないものも出てくるであろうことからきっと3号廃止よりもこの社会保障制度自体にもっと考えなくてはならない他の部分があるのだと思う。 やはり今はおばあちゃんも働くから孫を見てもらえずお母さんは仕事を少なくして子育てしてる人も多いと思う昔は子供が留守番できるようになって働き出してたけど収入が少ないので早く働きたいかは多い子供を産んでもその後が恐怖でしかない今の政策こそが少子化配ったら次は徴収って何なのまず値上げをどうにかして 働いても物価高だと収入減り、そこから税金って、庶民になって考えてほしい。